こんにちは、スポーツ MC の岡田です。ヤッホーカレンです。いや本当にね、気持ちいい季節になりました。なりましたね。半袖で今屋外ロケやったやってきました。今回ね、ちょっとカレンさんにはお願いがありまして、はい、何でしょうか。はい、このね、ランメトリックスっていうものをちょっと紹介したいので、はい、モーションセンサーをつけて走っていただきたいなと走りたい思っております。はい、これご存知ですか。はい、ランメトリックス使ったことはあります。お、なるほど。これね、え、何ですかってなってる方にちょっとお話をすると、はい、ランメトリックス、理想のフォーム作りをサポートしてくれる、サービスとアプリケーションなんですね。うんうん、この僕が今持ってるモーションセンサーを腰につけて、アプリケーション上で自分のその走ったフォームが診断される、うん、何点だとかね、でもっとこうした方がいいよ、アドバイスをしてくれるっていうものでございます。うんうん、はい、理想のフォームってどんなのか分かりますか。うん、ありません。かっこいい感じっていうのは分かりますけど。そうですよね。はい、自分のパーソナルな情報を元にフィードバックしてくれるっていうのがこのランメトリックスで、しかもアプリで簡単に使うことができるので、もう本当カレンさんみたいに日常ジョグ、あとはレースに向けて頑張ってる、サブ4をねしたいですよ。あ、そうですよ。早速ね、使っていきたいと思うんですけど、はい、サブ4を目指してるっていうふうな目標があると思うんですけど。そうなんです。実は、サブ4を、うん、去年から目指していて、はい、ここ2ヶ月ぐらい走れてなかったんですね。あら、どうして。スピードとか、はい、あとは距離ばかり考えてたんですよ。夏までに 42.195km を完走しなければならない、とりあえず距離だ、はい、というふうにやってしまってがゆえに怪我をしてしまったという。あらららら、この2ヶ月でした。でもこれ結構多いと思うのが、サブ4しようとかって具体的な目標がある方とか、うん、この走るときはキロ5分で走ろうとかキロ6分で走ろうみたいな、結構数字が具体的に目標が設定されるがゆえに、それに追われちゃって、そうなんですね、で怪我しちゃったっていうね。はい、そういう方結構多いと思うんですよ。怪我をしないためにも、自分自身のそのフォームっていうのを自分でちゃんと把握をして、その上でどん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 改善できていくといいと思うので、はい、それに役立つのがランメトリックスということで、早速カレンさん、これつけて走っていただいてもいいですか。はい、もちろんです。じゃあ早速行ってみましょう。さあ早速、ランメトリックスをね、体感してもらいたいと思います。うん、難しいことは何もないので、このモーションセンサーをつけて、そしてこのアプリを立ち上げて、ね、はい、早速計測をしていきたいと思います。はい、まずはね、これ電源を入れていただいて、はい、入れて、はい、接続もできました。あ、 Bluetooth で連携しました。はい、そしたらもうこのアプリでスタートもできるんですけど、うん、このモーションセンサーだけ持ってこっちだけでスタートすることもできるので、そうか、スマホはいらないんですね。そう、なくても大丈夫、あっても大丈夫です。そう、身軽な状態で走ることができるので、モーションセンサーをね、腰の、ランパンの腰のところに、じゃあ早速装着してください。はい、ちゃんと真ん中に腰の位置にね、つけていただいて、しっかりと、はい、真ん中についてますね。はい、本当にこのモーションセンサーが電源のボタン1個しかなくて、操作が超シンプルなんですけど、そのボタンを押しながらこうパチッと止めちゃうと電源オフになっちゃうので、それだけで気をつけてね。わかりました。それだけ今大丈夫です。ということで、ポチッとスタートをして、はい、この状態で早速走ってきてください。走って戻ってきたら、アプリと Bluetooth で情報が連携して、その後フィードバックしてくれますので、ということで、いってらっしゃい。行ってきます。え、今から。ちゃんと走るんだよ。できました。お疲れ様です。ありがとうございます。気持ちよかったですね、今日のランニング。気持ちよかった、本当に。お疲れ様でした。暑かったけど。いや、そうですね。体操どうですか。このモーションセンサーだけつけて今走ってもらいましたけど、つけ心地とか、ね、何も持たないのがいいですね。あとは軽いので、つけてる感じがしないっていうのがすごくポイントかなと思いました。確かに、うん、なんかすごい身軽に走っていけるということで、これだけで今走ってもらったんですけど、実際に今このスマートフォンと同期をして、ランメトリックスのアプリの中で今のもう出たランニングがどうだったかっていうのを、こう見える化してくれてますので、なるほど、早速ちょっといいですか、ご自身で見てみてください。はい、緊張するこれがね、すごくやっぱり面白いですよね。自分自身の走りって、自分で一生懸命走ってる時って分かんないじゃない。わかります。それをね、客観的に教えてくれるっていう。はい、え、どうしました。思ってたよりかなり低い。あ、点数点数がね、そう、点数が出るんですよ。そう、総合点がね、はい、これ六角形のグラフで、まずこれファーストビューっていうか、一番最初にドーンって出てくる。出てきます。いい点じゃないですか。絶対思ってないですよね。でもこれ難しいんだよ、これ。俺もなかなか
どうなんですか？僕もね、76点とか、よくて80点ぐらいですね。いいな。でもなんかちょっとこう嬉しいよね、うんうん、なんかそれをもっと出していこうって思える分、はい、どうですか？こうなんかちなみにいろんな項目があるんですけど、そうですね、まあ、左右対称ちょっと気になってたところに関しては、うん、まあ、トレーニングとかもしてたので、はい、よくなってたなって思ったんですけど、うん、こう安定した姿勢っていう項目があって、べっこりへこんでるけど、あ、そこまで言わないですごいへこんでるんですよ。そうだね。そう、これ全体としては、まあ、このファーストビューだけじゃなくて、うん、20項目以上見ることができて、これか、はいはい、そう、このね、細かくさらに分析することができる。1キロごとにどれくらいのペースで走っていたか、うんうん、そしてこの数字細かいのすごいよね。これ上下動の伸長比とか、はいはい、腰の沈み込み、そう、左右差、例えばじゃあ腰の、うんうん、さっきのこの、はい、はい、沈み込み見ていきましょう。ちょっと見てみましょうか。3キロ地点きつかったんで、ここ見ていいですか？どうぞどうぞ。見ていくと、はい、実際に、うん、まあ、今こう走った結果がどれくらいだったのか、はい、分かって、しかもこの目安値っていうのが出てるでしょ、うん、あ、出てる、はい、キロどれくらいのペースだったらこれくらいの目安を目指しましょうっていう出てくるので、うんうんうん、まあ、何もこの数字を見てちょっと難しく考えずに、確かに、まあ、あくまでもその目安を、うんうんうん、ターゲットにしながら、あ、いけてるのかいけてないのかぴったりじゃんとか、それを、ね、はい、見ていくのが分かりやすいですね。分かりやすいよね、うんうんうん、分かりやすいしめっちゃ詳細じゃない？確かに、まあ、これを、うん、まあ、日々のトレーニングとかランニングでつけていくことで、はい、まあ、今回はここが良かったなとか、次ここを意識しようとか、そうですね、見やすいし分かりやすい、ね、意識しやすくなりますよね、はい、あとこのね、コーチっていう部分気になるんですけど、そう、まあ、まさにこのランメトリックス、うんうん、まあ、このアプリもそうだし、このモーションセンサーを使うことで、うん、まあ、パーソナルコーチをつけてるっていうような感覚でね、そっか、細かくアドバイスしてくれるんですけど、うんうん、このコーチプログラムを使うといいですか？お願いします。フォーム改善プログラム、そう、フォーム改善プログラム、まさに、はい、どこが足りないよ、こういう風にしていこうねっていう風な一言コメントしてくれるのと、これ面白いよね、動きの改善ポイントが見えますね。ちょっと、そう、自分と、そう、自分自身の実際のフォームと、うんうん、理想の走りがどうなのかっていうのを360度いろんな角度から自分と理想のがどう違うのかっていうのが分かるし、はい、これ重ねることもね、じゃん、できるんですよね。どうですか、こう比べ、理想と。硬いな、体引けてないな、すっごい分かりますこれ出るよね、出る。これ結構この走り終わった後の方がちょっとこう、なんだろう、すぐテスト結果が出るみたいな。あ、そうですね、そう、楽しい、結構ドキドキするよね、はいはいはい、安定した姿勢を得たい、安定した姿勢、はい、ね、意識しながら、うんうんうん、点数もね、だからもうちょっと上げていきたいっていうか、もうちょっとバランスをね、六角形のバランスを ね、整えていけると全体的にいいと思いますので、うんうん、ちょっとね、岡田匠を超えたいと思いますということで今回はカレンさんにね、はい、ランメトリックスアプリとこのモーションセンサー使ってもう赤裸々に、うん、ホームを見てね、いただきましたけれども、はい、やっぱ面白いサービスですよね。そうですね、どうですか、使ってみて、こう改めてこうやって活かしていきたいとか、やっぱりサブ4を今目指しているので、うん、こそっとねフルマラソンプログラムもやっちゃってたんですよ。今予測タイムがこの教えてもらった通りにやると3時間52と出てるの、うん、お、結構いきそうじゃないですか。このまま頑張ればテンションめっちゃ上がってるだから共にね、うん、歩んでいきたいなと思います。なるほどね、フォーム改善には必須だなと思いました。そうだね、毎日使う、うん、まあ、日々走る中でジョグとして使ってる時もいいんですけど、うんうん、もうポイント練習とか、そっかそっか、そう、はいはい、レースペースで走るっていう時だけつけるっていうのも個人的には結構気に入ってて、うん、なんかこれをつけると、うん、この腰の真ん中につけるとなんか今測ってるよ、今見てるからねって言われてる感じがするの。あのね、身が引き締まるんですね。そうそう、だからフォームめっちゃ意識するからここぞっていう時に使うのもいいし、うんうん、日常のジョギング、いつも通りの時に使ってその日々の変化を楽しむ、うんうん、楽しむっていうのも僕はね、すごくおすすめ。あとは最終地点、うん、レースですよ。そうだね、うん、電池も持つから、ま、そうだ、はい、だからレースでヤッホーチャレンジした時にこれを使って、たまんないですね、たまんないね見たい。うわ、後半もうめっちゃフォーム崩れてるけどサブフォーしたとか、うん、いや、まあ、分かってくると思いますの で、 そうです、ね、この、まあ、モーションセンサーだけでももちろんね、うんうん、使えて、でアプリケーションはもちろん無料で落とすことができるので、はい、このモーションセンサーのお値段が 14,080円なんですよ、うんうん、ということは、まあ、まあパーソナルコーチとか、まあ、ランニングトレーナーにねこう教えてもらうっていうことにすると、まあ、ちょっと長く続かないとか、うん、お財布的にちょっと大変っていう時は、うん、まあ、まずはこの、うん、手軽に始められるっていうところと、いい、ね、日々寄り添ってくれる、うん、朝5時でも深夜でもどの時間でももう本当文句言わず付き合ってくれる、アプリを見れば、そう
そう、そういうね、いいところが本当ね、うん、ありますから、はい、とあとこの僕がねつけてるやつ、かっこいい、そう、これ G-SHOCK で、この G-SHOCK の手元でこの心拍とかペースとかを測れるっていう時計も新たに出てるんですけど、はい、まあ一番最初ねシンプルにスタートするんだったら、まあ、このモーションセンサーとアプリだけでも始めることができるということでございますので、やりましょう皆さん、はい、みんなで一緒にね、コメントとかもペース見合わせてね、そうそう、あのカレンさん僕はこれでしたとかもうぜひ使った感想とかもコメントでお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで今回ねこのランメトリックスの動画面白いと思った方ぜひ高評価、そしてねチャンネル登録コメントもお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。バイバイ。